はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、いただいた質問に対してお答えさせていただければと思います。はい、正座をするときにですね、最後の最後曲がりきらなくって膝が痛いんですっていうですね、お悩みをいただきました。で、そのですね、お悩みを解決するためのいいストレッチありませんかというようなですね、ご質問をいただきましたので、お答えさせていただければと思います。はい、いい方法があります。はい、ぜひ試していただければと思うんですけども、まずですね、この膝のですね、最後のこう曲がりきらないところで膝が痛い場合っていうのは、実は膝の動きをですね、よくしてもまあうまくいかないんですね。はい、それはまあいわゆる運動連鎖っていうふうに私たちは言うんですけども、膝とですね、他の関節の連動を良くすることによってですね、最後の膝の曲がりがですね、良くなって正座ができるようになるストレッチになります。はい、まあ、簡単に説明しますと、膝をですね、こう正座するときっていうのはこう正座していきますよね。ただこの辺で止まっちゃう場合ですね、この辺で止まっちゃう場合っていうのは、実は膝が悪いわけではなくって、膝をですね、こう動かしを良くしようとしても、まあ、全然意味がないんですね。はい、正座するときっていうのは、実は膝が曲がるだけではなくって、この足首ですね、足首がですね、底屈といって、下にかかとの方にですね、こう曲がる動きもですね、できないと、実は正座ってできないんです。なので、この足首が硬い方っていうのは、実はですね、本当は正座するときに下に行かなくちゃいけないですけども、これが行かないので、膝がですね、動きすぎることによって、膝が痛くなってしまうんですね。なので、足首が硬い方が、無理やり正座をしようとすると、ここで止まりますし、もっと行こうとすると、膝が動きすぎてしまいますから、痛くなっちゃうんですよ。だったら、この足首の、この動きを作れば、実は正座ってできるようになるんですね。はい。なので、まずですね、やる前の検査方法としては、正座できる範囲でしてみてください。そうすると、この辺に、こう、スペースが空くような方。これですね、覚えておいてください。覚えておいていただいて、やり方はすごくシンプルです。例えば、じゃあ、左がですね、こう、ちょっと曲がりにくいなっていう時は、左足をですね、こう、反対の膝の上に乗せていただいて、軽くですね、膝を押さえます。そんなにグッと押さえなくていいですか。軽く押さえていただいて、この足首をですね、足首の前を伸ばすようにしていただきたいんですけど、この足の甲を持っても実はそんなに伸びないんですね。足の指先を持っていただいて、ぐーっとこう、足をですね、こっちの角度にするように、足の指先からぐーっと、極端に言うとこんな形。そうするとこの足の甲がぐーっと伸びていくはずです。はい。これ結構ですね、正座できない方、硬いはずです。足首が硬いから正座ができないんですね。はい。膝と足首のですね、連動を良くしてあげることによって、足首がしっかり動くようになりますから、膝がですね、必要以上に動きすぎないようになります。はい。で、ここをですね、大体まあ30秒からまあ長いって1分くらいですね。はい、軽く押さえながら足をぐーっと引くようにですね。そうするとこの足の甲からですね、足首の方が伸びていくはずです。ポイントは指先を掴んでですね、指先をぐーっと伸ばしていきます。で、ここがしっかり伸びるようになれば、足首の動きが良くなりますから、連動が良くなりますよね。そうすると正座できるようになるっていうような形になります。はい、まあ、話をまとめるとですね、正座が最後の最後でできない方っていうのは、膝の動きが悪いんではなくって、足首の動きが悪いんですね。足首の動きが悪いから、膝がですね、必要以上に動いてしまって、まあ、痛くなってしまう。なので、そういう場合は、足首の動きを良くしてあげれば、しっかり連動が良くなって、最後まで正座できるようになるっていうような形になります。はい、ぜひですね、試していただければと思います。はい、もしご質問とあれば、下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問ください。また今後もですね、痛みの解消のためのヒントだったり、アイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただき、ありがとうございました。